アレン君、どうした、踏ん張るのではないのか。その惨めな姿は何だ。それでシオンを救えるというのか。やめて、シオン。彼のことは放っておいて。もう立ち上がる力さえ残っていない。もう何もできないじゃない。情けないな、アレン。愛する者に哀れみを受ける気持ちは、そうまでしてシオンの同情を引きたいのか。同情だって、あなたには主任の苦しみが理解できないのか。僕にはわかる、主任の悲しみ、苦しみ。今まで一人でそれでも必死に頑張ってきた主任の気持ちが、主任がどれだけ傷ついたのかわからないんだろう。どんなに苦しんだのか、あなたにはわからないんだ。主任が泣いていたのも知らないんだろう。もうやめて、アレン君。もう十分よ。どうしてあなたがそんな目に遭わなきゃいけないの。主任の代わりに泣きたいと思った。主任の痛みを感じたいと思った。僕は主任と一緒に生きていきたいと思った。僕の力は大したことないかもしれないけど、僕は主任のためになら何だってできる。僕の手からシオンを取り戻せると、当のシオンはその気持ちを迷惑に思っているかもしれないぞ。それでも構わないさ。あんたの言う通り、僕は情けない男だ。ずっと遠くで見守ることしかできなかった。ずっとそうだったから。でも僕は決して主任を一人になんかしない。逃げることしかできない。あなたなんかに負けはしない。必ずシオンを連れて帰る。わかった、その願い聞き届けてやろう。アレン君、マリア。もう少しです、アレン。コスモス。私にもあなたの気持ちが理解できます。あなたの痛みを、シオンの痛みを感じ取ることができます。コスモス、お前。行きましょう、アレン。シオンのもとに。やめて。どうしてあなたまでそんなことをするの。何のつもりだ、マリア。それがお前の意志か。あの方に逆らうことになるのだぞ。私が守るべきはシオンです。あの方の意志は関係ありません。やはりお前は失敗だったのだ。お前の中に宿したマリアの意識は変化し、本来のマリアとは別の意識として覚醒してしまった。教えてください、シオン。皆を裏切ることになって本当に構わないのですか。あなたはこの状況を悲しいとは感じないのですか。
ケビン、私はあなたと一緒にいられればそれでよかった。たとえ利用されていようと騙されていようと、あなたのそばにいられるならそれでもいいと思った。でもそれって違うよね。他人を犠牲にしてまでそれを望むなんて間違ってるよ。そんなことをして過去に逃げたとしても、この惨めな自分を繰り返すだけなのよ。何を言い出すんだ、シオ。あなたのことは好きよ。きっとあなたと一緒にいれば幸せになれるのかもしれない。でも私だけ幸せになるのは耐えられない。みんなと共有できないのであれば幸せになる意味はない。もう一人になるのは嫌なの。バカな、シオ、僕の元を去るというのかい。私に決めろというなら私はもう迷わない。この宇宙を救う。シオ、僕の言うことを聞くんだ。僕の言うことを受け入れろ。拒絶すれば君は確実に。ケビン、あなたとは一緒にいられない。私はあなたの道具じゃない。そうか。だがミスミス君を手放すつもりはない。君を惑わす全てをこの場で排除させてもらおう。